はい。どうも皆さん、こんにちは。イゼッらです。それでは今回なんですけども、郵便局のキャッシュレス決済が拡大。他にも7月からの押さえておきたい4つのことを解説ということで、今回は郵便局のキャッシュレス決済の拡大以外にも、7月から始まるサービスや変更点など含めてですね、4つをサクッと解説します。まあ、以前とですね、お伝えしたこととダブってしまうかもしれませんが、まあ、おさらい程度にですね、見ていただければと思います。それで行ってみましょう。 それではですね、早速こちらの4つお伝えしていこうと思います。まず1つ目は今回のタイトルにもある郵便局のキャッシュレス決済が拡大ということで、それがこちらですね。まあもともと郵便局のキャッシュレス決済がですね、まあ結構大きめな郵便局は対応してたんですけども、他のまだ地方のまあ郵便局とかがまだキャッシュレス決済に対応してませんでした。まあその理由っていうのが今出てるように、まあ例のあのウイルスの影響もあって、その本格的な導入っていうのを延期がされてた状況だったんですよね。 で、それが今回ですね、7月の7日より順次拡大ということで、まあ、全国約8500の郵便局が、まあ、ついにですね、まあ、地方のところも含めて郵便局でキャッシュレス決済が使えるということとなります。結構これ待ってましたね。僕も、あの、福岡市に住んではいるんですけども、まあ、ちょっと、あの、大きめの郵便局があるところはちょっと遠いので、なかなかちょっと使えてはなかったんですけども、実際に今回のこの発表で僕の近くの郵便局もですね、対応することとなります。で ですね。ま、これが今全国47都道府県の郵便局がいつ対応するのかというところは細かい日程が出ておりました。まあ、それぞれ細かいところはま、PDF があったので、そこを見ていただければと思うんですけども、日付ごとにですね、対応する日にちというのが決まってます。一応7月7、14、21、28、で、8月に入って4日12、8月18、8月25ということで、ま、とりあえずま、8月の25日までにほとんどのま、郵便局でキャッシュレス決済が対応するということとなります。 一応使える決済方法として、まあ、ほとんどもう僕の動画でも何度もお伝えはしてたんですけども今出てるような決済方法が使えるということとなります。 ビザマスター、JCB、アメックスであったりとか、電子マネであれば、ID 決済、ワンオン、クイックペイ、コッツ系であれば、スイカとかですね。そしてスマホ決済もですね、みんな大好き、ユーチョペイから始まって、Amazon ペイ、AU ペイ、D バレイ、J コインペイ、LINE ペイ、メルペイ、ペイペイ、楽天ペイ、アリペイ、ウィチャットペイっていう感じですね。で、実際にキャッシュレス決済ができるものというのが、この一覧となっております。郵便料金または荷物、まあ、それの運賃であったりとか、切手、はがき、レターパックなどの販売品、そしてカタログや、店頭商品などの物販商品ということとなっております。まあ一部 でですね、決済できないものもありますので、これはぜひ、あの、郵便局の公式のページに出ておりますので、ぜひ下のリンクからチェックしてみてください。以上が郵便局キャッシュレス決済が拡大するということについてでした。それでは二つ目ですね、こちら、キャッシュレス消費者還元事業終了ということで、まあ先日のですね、まとめ動画でもお伝えをさせていただいたんですけども、2019年、まあ増税に伴いですね、10月から始まってた、このキャッシュレス消費者還元事業最大5%還元の国のキャンペーンですね、 これが2020年6月の30日、まあ、本日動画アップする日に,ちに完全終了となります。いやーほんとね、まあ、これもまとめ動画でもお伝えはしたんですけども、まあ、かなりかなりお世話になったね、キャンペーンとなっております。 で、あの、皆さん多分入れられてる方いらっしゃると思うんですけども、あの、キャッシュレス消費者還元事業のどこでお店が、どこのお店で使えるかっていうマップで確認するアプリあったと思うんですけども、そのアプリを開いたらですね、こんな風に通知が出ておりました。サービス終了のお知らせということで、まあ、そのまま読むといつもご利用いただきありがとうございます。キャッシュレスポイント還元事業は2020年6月30日火曜日をもちまして終了となります。本アプリのサービスも終了となりますので、あらかじめご了承くださいということでございました。なので でね。もうあのこの6月30日を過ぎると、このアプリもう入れてる意味っていうのもあんまりなくなってくるとは思うので、まあ、必要なければもう削除するっていうのも一つの方法だとは思います。以上がこちら、キャッシュレス、消費者還元塾側が終了するということについてでした。それではこちらですね。3番目まあ、こちらも結構大事なところかなと思います。マイナポイント予約開始ということで。 まあこちらもですね、以前ちょっと動画でも少し解説をさせていただいたんですけども、まあ先ほどのキャッシュレス消費者還元事業、まあ関連するっちゃ関連するんですけど、またお国のキャンペーンですね。マイナンバーカードでマイナポイント上限5000円分もらえるというような、まあお国のキャンペーンが始まります。 で、簡単にですね、まとめさせていただきました。で、このマイナポイントに参加するためにはですね、カードタイプのマイナンバーカードが必要となります。で、もし参加する際はですね、まあ、一つ好きなキャッシュレス決済を一つ選択します。スマホ決済であったりとか、クレジットカードであったりとか、電子マネーとかですね。で、それの受付、まあ、予約みたいなものがですね、7月の1日から始まります。まあ、とりあえず、自分はどのキャッシュレス決済を選ぶのかっていうのは、申し込みが始まります。で、期間としたら、2020年の9月から2021年の3月末まで 実際に利用したら、ここにも出てる通り、上限5000円分までなんですけども25、25%分が還元される、これがマイナポイントとしてもらうことができるということになります。まあ、実際にこれに関してはは詳細は また改めて動画にする予定ではありますので、ぜひちょっと詳細気になるなって方はですね、まあ、一応リンク貼っておくんですけども、改めて動画で解説するんで一つ楽しみに待っていただければなと思います。まあ僕のツイッターでもですね、まあちょくちょくマイナポイントについての、まあ、キャンペーン的なものに関してはツイートしたりもしてますんで、ぜひ僕のツイッターもチェックしていただければなと思います。以上がこちらマイナポイントを約開始についてでした。それでは最後4つ目、プリン手数料変更ということで、 こちらもですね、以前動画で解説させていただきました。まあ、気になる方はこちらのリンク見ていただければと思うんですけども、一応ですね、まあ、チェックは必ずしておいた方がいいかなというところだけ一部ピックアップをさせていただきました。7月の1日から変更する点に関しては、まず口座からの入金ですね。変更前に関しては1日上限100万円までだったんですけど、変更後に関しては1日上限後50万円までとなります。で、もしその入金に関して楽天銀行を使われてた方もこちらちょっと気をつけてほしいんですけども、変更前は1 一日一回まで無料で、一日二回目以降は税込み220円だったんですけども、変更後に関しては、まあ、7月1日からですね、月に3回まで無料となります。で、4回目以降は、税込み220円かかるということですね。あともう一つ、ここも重要ですね。セブン銀行 a t テーブの現金受け取りということで、いわゆるそのお金を戻す出金というような作業ですね、僕が一番重宝してた、あのー、機能となっております。で、変更前に関しては、一日上限10万円まで出すことはでき たんですけどもあそして、1日1回まで無料で、1日2回目以降は税込み220円の手数料がかかってたんですが、7月の1日以降ですね、1日上限が10万円まで、ここ変わらないですね。そして、月に1回まで無料となります。1日じゃなくて、月に1回までとなるので、 ま、本当に、ま、僕のね、視聴者さんは、キャッシュレス決済結構利用されている方が多いので、現金を出すっていうことはかなり少ないとは思うんですけども、もし出金される際は、このプリンを使われる場合は、月に1回まで無料となります。で、2回目以降に関しては、ま、月2回目以降ですね。これは税込め220円となります。 あと、ここも少し押さえていただきたいと思うんですけども、2020年の6月30日までに本人確認済みのアカウントですね。まあ、これまでずっとオープリンを利用されてた方はこちらに該当するんですけども、2020年10月31日まで月に3回までが無料となります。で、4回目以降は税込み220円となりますので、まあ、本人確認されてる方では少し猶予はあるんですけども、それ以降に関しては、まあ、11月からに関しては、まあ、変更後の通りとなりますので、ここもですね、一つ気をつけていただければ と思います以上がこちらプリンの手数料変更についてでした。で、少しここに出てた、あの、ハテナマークなんですけども、まあ、これはですね、ちょっと最後のおまけでお伝えします。まあ、聞いても聞かなくてもいいかなっていうところになるので、気になる方は最後のおまけ見ていただければと思います。で、念のためですね、日付だけこちら今出しさせていただきました。郵便局のキャッシュレスの拡大に関しては7月の7日から順次対応するということ。そして、キャッシュレスの消費者還元事業に関しては6月の30日で終了。で、マイナポイントの予約開始。申し込みに 関関ししてては7 7月月のののの1 1日日かからら開始でたらプリンの手数料変更にもとなりますので、まあ、これら4つだけある程度まあ日付を覚えておくのがいいのかなと思いますね。プリン使われてる方であれば、あれ手数料かかってるじゃんとか、で郵便局に関してはね、あれキャッシュレス決済使えるようになってるとか、いろいろこう、7月はね、変更とか、 新たな返しなーっていうものが結構多いので、今回は僕なり簡単ではありましたけども、まとめさせていただきました。まあそんなこんなで今回は郵便局のキャッシュレス決済が拡大するということ、で、キャッシュレス消費者還元事業が終了、そしてマイナポイントが予約開始、で、あとプリンの手数料変更、この4つについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。いや本当にね、あの、いろんなものが終われ、終わるのと含めて、また新たに始まるものもあったりとか、変更があったりとか、いろいろちょっと覚えていくのは大変だとは思うんですけども、まあ こういった何かしらの変化があれば随時僕の方でも動画にしようかなというふうに思っております。で、マイナポイントに関しては結構いろんな情報が今出てきてはいるので、まだまだね、それに関してはまた改めて動画にしようかなと思っております。で、今回こちらを今お伝えした4つについては、下の概要欄にリンク貼っておりますので、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 ということで最後あの先ほどお伝えしてた5つ目のところですね。まあこちらのロゴを見ていただければもう一発でわかると思います。あの独特なスマホ決済の音で有名なあのオリガインペイですね。あのオリガインペイが6月の30日で全機能が終了となります。 いやね、本当に、なかなかこう、僕も利用頻度自体はそんなに多くはなかったものの、まあやっぱりこう、即時割引であったりとか、ちょくちょくそのクーポンくれたりとか、あとはそのスマホ決済、あの、吉野家でもスマホ決済として一番最初にこう、使えるようになったりとか、あの、絶妙な角度からいろんなところを狙ってきた、こう、オリガインペイだったんですけども、まあそれがね、この今月で終了となるということで、かなり感慨深いなというふうに思いました。まあ今後もね、何かしらのなんちゃ ラペイとか出る場合ももしかしたらあるかもしれないんですけどもなんかこう新たなスマホ決済とかが出ればまた応援したくなりますね一向キャッシュレス決済を発信してる僕からすればですねで一つまあ全然関係ないんですけどもあの終了するっていうことで今思い出したんですけどもまあ7月で言えばファミペイがまあ始まってあともう一つなんかあの皆さん覚えてますかねあのおにぎりを2つくれたペイがあったと思うんですけどもそうなんですあのン